レベゼンフォックスのマルサテアパカパール生さや DJ 社長ダンミアビーダン DJ フリーイエディバリー今ちょうど夜になって、うん、今から飯食べに行くとこなんですが、飯食い終わった後にやりたいことがあるんですよ。あ、それは何だと思いますか？え、当ててください。このインドネシアで YouTube 回して YouTube 回してやりたいことと言ったら何だと思いますか？TikTok ですか？え、いいえ、 TikTok は夜じゃなくても大丈夫ですか？ご飯食べた後で、うん、撮りたいこと。そう。何お金肝試しです。おー、おー、おー、おざむ帰ります。いや、嫌いじゃない、もうすっごい好き。都市伝説とか、うん、怖い話とか好きなんだけど、うん、超ビビリだからしかもインドネシア有名じゃん、うん、めっちゃ有名。そうそう、ね、めちゃくちゃ有名じゃん、うんうん、めっちゃ信じてます。そう、そういう目とかいっぱいあるから、うん、ガチじゃん。ガチよ。え、バリだって有名よね、本当に。うんうんうん、もう昔から聞いてるそれで。聞いたことあるのは、ラマダン中って亡くなった方々って自由にされるらしいんですね。はい、ベバース。はい、ベバース。ベバース。ベバースって。いやー、サランベバース。ということで、インドネシア人もマジでホラー大好き。ちなみに日本人はあんまり好きじゃないです。だって少ないよね。ホラーの YouTube とか、ホラーの番組もあるけど、少ないよね。全然やってない、全然やってない。だけど、日本人は多分そんな好きじゃないよね。うん、確かに確かに。けど、インドネシア人大好き。マジか。もう。ちなみに、どこで何を調べてます。お、元遊園地のとこじゃないですか？そんなのあるの？あるんすよ。めっちゃ怖いとこっすよ。え、そんななの？あるんすよ。元遊園地で、で、中に入ってったら、やばい。もうやばい。え、行きたいそこ。じゃあ、2カ所ぐらい回ろうよ。帰ってこれるかな、ちゃんと。定感は。まるでないです。まるでない。はい。あんまり信じてないです。気づいてないです。オッケー。パワーあるね、僕。仮にいたとしても負けませんから。大丈夫です。いや、俺ら何回も撮ったことあるよ。肝試し。日本でも最も怖いって言われた犬鳴きトンネルとか、吹き上げトンネルとか、いっぱい行ってきたわけよ。でも、俺怖くないけん、俺怖くないですよっていうのが面白くない。あー。それだって面白くない。やっぱ、宮城さんがいないと、やっぱ、あとエブリン。はいはい、やっぱこれ女の子たちがいて楽しいですから。その俺一人でなんかへえボコ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 言って、何が楽しい？まあ楽しくないです。いや、でも前あの行ったとこはもう社長一人で起きたいですね。全然行けますよ。あ、行ったことあるんすか？行ったことあります。もうやばいです、本当。元遊園地で中に入ってったらもう本当にもう、わあ、もうやばい。あれはもう中に霊媒師とかめっちゃいますもん。ええ、いるの？いる。黒い服着たなんか霊媒師たちがなんかそれぞれの、それが怖いわ。それが一番怖い。霊の力をなんか多分なんかしに来たんだと思うんですけど、もらおうとしてるとわかんないですけど、はい、なんかいっぱいいましたよ。大丈夫ですか？違う、いや本当はダメですよ。神様以外のことを信じてるっていうことで、まあ本当は禁止なんですけど、まあでもまあ幽霊やけまた別のジャンルで別で一応。でもなんか俺噂に聞いたら、ラバさん家幽霊いない説もあるらしいよ。なんか悪いお化けは檻に入れられるんですけど、まあ出れないようになってるんですけど、亡くなった人は関係ないんで。なるほど。いいお化けしかね。お化けじゃないや。じゃあそれを検証しに行こう。いいお化けか悪いお化けか。悪いお化けかちゃんと見て、あんなバイクおらんって。検証しに行こう。よし、じゃあ馬力立ちばするか。馬力立ちば。元気出して元気出して。飯食ってないからですよね。仕事だよ、仕事。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。白川家、いやいや、ブル様、ブル様、白川家は違う。ブル様や。まもなく着きますよ。みんな頭ついてきた。あ、幽霊います。あ、いるね、これ。これ幽霊いるわ。え、なんでわかるの？やめよう。じゃあでもやっぱいるところに行かないと、やっぱいないところに行っても仕方がないんでね。何も一回降りましょう。幽霊ちょっと待って、みんなで行きましょうよ、社長。いや、もうこの3人で行こう。え、心霊スポットなんで、やっぱ。はい、ちょっと待ってください。あれ幽霊ですよ。あれは幽霊？あれ人間よ。なんと敷地の入り口に先ほどエブリンが言っていた霊媒師らしき人がいた。くんちゃんにね、くんちゃんにね、ここに慣れてる人に連れてきてもらいましょう。霊媒師を仲間にしようとするエフリン、
サディナは溺れちゃう。いや、俺も抱きつく人欲しいっすけど。霊媒師に抱きつこうとしていたエイフリン。マジで、分かる分かる。二人とも俺に抱きついて。女の子に抱きつかれたい DJ 社長。めちゃガチで。いやもう社長これ本当冗談で。社長 TikTok ライブ社長が持ちます。聞いて聞いて、いるの本当にって。あれ反対？あれ反対か。道わからなくなるからついてきた方がいいんじゃないですか。いや大丈夫よ、わからなくなったら、朝までおればいい。でも絵が怖いよ。やかましいあの顔。ちょっと待って。ちょ見せる見せる。今ならまだ間に合うよ。日本に帰りたい。ジャカルタ帰りたい。じゃあ行くぞ。パパ。パ。ボディガード。ボディガードもいない。あ、tunggu di situ ya Pak ya, sama Bapak. Tunggu situ bentar ya. Tunggu situ ya. ついてくるなと言っても、ついてくる霊媒師。間違いない。みやびのファンだ。すごいね、なんか雰囲気あるね。確かに。めっちゃ雰囲気ある。俺一人でボンボン行くよ。いや、本当に見えないですよ、見えないですよ。ほら、行くよって。行くよ、そんなゆっくりじゃ一生守らんよ。と、その時だった。絵にビビるミヤビとエフリン、すでに末期症状だ。あ、なんで潰れちゃったんだ。マジでずっとついてくるミヤビのファン。幽霊おる。一緒に写真が撮りたいのだろう。え？何？海ってこと？海があるんだ。波の音が聞こえるが海は見えない。もうやエフリン。あー、死んじゃう。インドネシアに来て一番嬉しそうな顔をしている DJ 社長。大丈夫。恥ずかしいな。行こう行こう行こう。端からいなくなるじゃん。大丈夫。端から回ってない。暗い。これ触っといたら呪われるらしいけん触っとこう。こうやって DJ 社長は呪われました。本当に。エフリン顔死んでるってよ。全然私役に立たないですよ。いやでも幽霊がインドネシア語で喋ってきたらやっぱり。いや、あ、そうだ。俺らも意味わからん。インドネシアにいる幽霊はおそらく日本語が喋れない。通訳としてエフリンは必要だ。社長全然怖くないやん。はい。とその時だった。うわあ。やっぱいました。今あそこの中やばいぐらい俺。ロイキオスよ。やばいやん。エフリンの元彼はオカルトで有名らしい。見て目、怪しい目があります。社長の手と一緒や。融合です。お分かりいただけただろうか。社長の手と一緒や。融合です。分かりました。皆さん、なんか変な音聞こえるんですよ、ここから。もう一回聞いてください。社長の手と一緒や。融合です。わかる。なんか機械音のプー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 みたいな音が聞こえるんですよ。一緒や。融合です。あ、この後これはやばい。ちなみにこれは編集で変な音を足してるわけではありません。それでは続きをどうぞ。これ誰かいそう。幽霊をいっぱい見つけた DJ 社長。どうぞ先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 どうぞ。やばい、なんか今声聞こえた。声聞こえたかもしれないです。ガチで声が聞こえたというエフリン。うわ、しかしどれか。あー、会いましょう。もうそれはもうやばい。だったら上がいい。てかめっちゃ電波悪いです。幽霊がいるとこ電波悪いっていいよね。よし行こう。ここの裏、飛行機転落したんですよ。あ、さっき言ってたとこ。はい、ここだったんです。はい、めっちゃ死ぬ。なんとこの施設は昔飛行機が墜落して閉園したという。これとはここやん、墜落した場所。だってめっちゃ椅子みたいなのあるもん。ソファーのここの空間はとにかく焦げ臭い匂いがする。もう匂いがやばいです。ねえ、臭いし、ベチョベチョだし。置いていくよ。うん、絶対ダメ。
もう本当にやめて、本当にやめて。じゃあ、うわ、すげえ、行きましょう。臭い、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 あの人たちを最後一人で行きますね。さっきと同じ変な機械音が流れ始める。なんか焼け跡の匂い。いや、これはマジで編集でつけてない。やばい、ね、臭いよね。うわ、臭っ、めちゃくちゃ臭い。お、息できめっちゃコウモリおる。うわ、すごい、やばい。社長、ライブも繋がってます。あ、繋がってるんですね、はい、TikTok ライブをやってたことを完全に忘れてた DJ 社長。見てください、ここはインドネシアのバリ島で、怖いって検索したら出る場所です。わかりやすい。わかりますよね、怖いんですよここは。きっと臭いよね、ここ。臭い、すごい臭い。もう臭い。なんで怖い、怖い、臭い、怖い、暗い。臭い、暗い、怖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 い。全てが一つです。そんなところありますか。ないですよね。こんなに冷や汗かいたの、離婚された時ぐらいは。やめなさい。あ、エフリン、あの時思い出すよ。エフリン、なかなかないよ、それを思い出すって。確かに、離婚思い出す。人がいっぱいおって何も怖くない。ちょっとあっち行ってもらおう。自称霊媒師の宮城のファンが続々と集まってきた。今日 人がいっぱいおったらなんか怖くないけ、帰らせよう。お守りをいただきました。お守りをゲットしました。でもここに行くって言ったら、あの現地の人はお香とか買ってきたよね。買ってきましたね、うん、なんか絶対必要だよ、絶対に必要だよみたいな。これはもう持って買わないといけないよ一緒にみたいなこと言ってて、行ってもらおう。いた、いたっす。よし、進みますか。もらいです。まだ行くの？はい、まだ行きますよ、もちろん。今の見たところ全然幽霊いないんで、脳トレ高です。幽霊見つけるまで帰れませんよ。いや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 、新しい幽霊見つかるまで帰れません。目的がやっぱそれですから。もう運じゃないですか、それは。もうやった、帰れるって幽霊見つけたら。やったやったって幽霊見つけた。ここで DJ 社長がとんでもないことに気がつく。うわ、めっちゃいい T シャツ。めっちゃいい T シャツよ。マジうざい。一日来たじゃん、一緒に。いい T シャツやな、びっくりしたわ。いい T シャツ。この建物は一通り見たので、また次の建物に向かう一行。先ほどの謎の機械音が聞こえ始める。ラマダンの月に聞いとってね。ラマダンの月に聞こえるよね。なっとうよね、これ。プルプルプルってなってるっす。プルプルプルってなっとうよね。ラマダンの月に。確かに飛行機の音や。僕ないですか。飛行機の音っぽいわ。もうやばい、今めっちゃ飛び上がった。やばい。今までマジでないよね、こんなの。ないっす。このカメラ。やばい。やばい。バリトリが見えるから見えないみたいな。やばすぎ。いや、本当インドネシアでずっとこのカメラ使ったけど、こんな音一回もなったことない。ラマダンの。すごいわ。ここらへんはっきり聞こえるね。すごいよね、バチはっきり聞こえとるよね。これはやばいっすね。本当にこれみんな信じて、マジで何の編集も足しないっちゃう。マジで行かなくてよかった。めっちゃビビるな、一人で部屋にいるのにもうだ無理なのに。分かる、私今日どうしよう。シャワーシャワーどうしよう。一人で浴びれないんだけど。間違いない、間違いないよね。それは間違いないです。社長、責任取ってくださいよ。わざとインドネシアの人が聞いてない。TikTok 生配信に夢中の DJ 社長、人の話をまるで聞いていない。早い早い早い、先行っちゃダメ。じゃあ顔取らないと。ずっと背中取ってるから、ずっと背中。いや、こっち向くから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 。どうやら二人とも最後尾が嫌なようだ。ここで我々はとんでもないものを目の当たりにする。ええ
墓だ。墓だよね。墓よ、墓よ。墓だよね。いや、もうやめた方がいいと思う。やめた方がいいと思う。やめた方がいいと思う。墓じゃん。そう、ガチでやめた方がいいと思います。いや、ガチでやめた方がいいと思いますよ。うん。お墓を目の当たりにして、撮影を中断しようとする二人。TikTok ライブに夢中な DJ 社長。え、もう待って、やだよ、私本当にやだ、本当にやだ、帰る日本。帰る日本、明日帰れますよ。もう二度と来ない、こんなとこ。マスク持ってこばよかった。ねえ、もう首臭いね。さっきちょっと見に行くだけって言ったのに、そのまま中入っていくとも分かったんですけど。マジで。だったらもうちょっと準備しとった。あ、この辺。え、やばい。おお、ぐちゃぐちゃ。うんこや。もうこれは歩けんすよ。あ、いや、いける。マジで。なっちゃん。何この広い場所。めちゃめちゃ広くない？所長、電波、電波大丈夫そうですか？じゃあ、ここから一人ずつ帰る。いや、無理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 。もう絶対そう、もう無理。絶対無理。絶対無理。救急車呼ぶ。救急車。はい。救急車やばい。救急車呼びます。もう一番最初にごめんなさい。確かに一人一人撮っていくの面白い。が、無理無理。絶対無理。じゃあ、もう本当無理。パニック障害持ってるんで。じゃあ、二人返して俺一人で帰ろうか。はい、じゃあお疲れ様です。一人で帰る。じゃあ俺とみやび二人で行くか。どこに行くの？うん、探検。ああ。二人で探検しよう。帰っとっていいよ。帰るの？だだ。じゃあね。行くか。ビッキーと来たら恋に落ちるやん。バカじゃないの。行くって。ビッキーが一番怖い。怖いエピソードとかないと。怖いエピソード、うん、霊感はある方？あ、全くない。あ、全くないけど、うん、すごい気になるタイプ。人生で一回も見たことない。金縛りぐらい。あ、いるって言われる、近くに。いつもそのあなたの近くにいるよって。そう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 。幽霊が呼ばれて、なんで呼んだのって言ったら、なんかいたみたいな。え、どういうこと？で、なんかキッチンとかでなんかやってたら呼ばれて、友達とかに、うんうん、で、なんかちょっと後ろになんか影見えたけどみたいな。じゃあ幽霊とか聞いたことはない。信じてる？うん、もちろん。そうなんや。とことん行くぜ。新しいとこに着きました。新しいとこに着いた俺ら。こんなのなかったよね。来てない、来てない。ほら、だって木造やもん。くさっ。はい。ナメダルマの PV よ。いや、分かりづらかったこれ。なんかもうちょっと怖い話してる？ちょっと待って。あ、じゃあ怖いエピソードは俺？うん、俺なぁ、ないもんな。ないか。何も怖くないもん。なんかさ、結局幽霊っておってもさ、俺の方が強いやん。すごい。そのみんな声が聞こえるとかって言うやん、呪われたら。うんうんうん。でもさ、声が聞こえても別に良くない？なんで？だって別にそんな大した害ないやん。そのヤクザとか殴ってくるしさ、詐欺師はお金を騙し取ってくるけどさ、特に害ないよね。帰り道を忘れた。嘘でしょ？本当に忘れた。帰り道わかる？わかんない、わかんない。わかんない。どこ？真っ暗じゃん、ちょっと。いや、これマジで本当に分かってない。どこが帰り道なのか。死ぬか。いや、日本に帰りたい。どういう経路で？ねえ、ねえ。バイオ、バイオ、バイオハザード。あ、出口あんじゃん。見えました、出口です。よかったですね。本当によかった。痩せたかも、5キロぐらい。おお、めっちゃいいやん。え、よくない？定期的に来たらもう20キロまで、すぐそこ。げっそりげっそり。5回ぐらい来たらもうすごい。やばい、怖かった。帰ってきたぜ。本当に多かったね、幽霊。いやいやいや、もうあんないっぱい見れるとは思わんかった。あー、なんてこった。あ、社長いっぱいいたね。やばこだ。乗っ取られてる、乗っ取られてる、乗っ取られてる。社長、また行きたいね、あそこに。楽しい肝試し。肝試し。あー、よし、しゅ、おー、すごーい。今、ここバリ？まあ、ということで、まあ、いっぱい見れたんで本当に良かったですね。なかなかないよ、あんなにいっぱい見れる機会。飛行機落ちたところが一番怖かった。なんか焦げ臭かったしね。確かに、うん、焦げ臭かった。次また肝試しツアーしよう。もうやめてよ、うん。
どこが一番怖かったのか、あんこ星何個で俺がつけます。やばい、はい、今日の場所を星3つにしときましょう。一応おお、基準、まあ、そうそう基準やけん、星5から星1までつけます。じゃあちょっとコメント欄におすすめの心霊スポット書いてください。行きます。そこでどこが一番怖かったのか検証します。わあ、はい、まあ、今日はだいたいざっと200体ぐらいおったけん、やばい200体、うん、まあそんな感じでまた明日。ダラーダラーみんなトロン、ザブズグライ、みんなトロン、ザブズグライ、みんなみんなトロン、ザブズグライ。